演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ファミリーマートのフルーツをサンドしたミルクレープを食べたいと思います。あー、なんかそのまんまの名前ですね。でもそれゆえに分かりやすくていいです。では側面が見えてますね。おー、こんな感じになってます。あれ、フルーツ違うのかな。こっちイチゴだけど、あ、イチゴじゃないよ。こっちイチゴね。やっぱり同じだ。あれ、断面から見えてるのが若干違うのかな。まあ食べればいいですよ。食べれば分かりますよね。ではこちら、いただきます。クリームも生地もさっぱりしていて、中のフルーツの酸味を引き出してくれ美味しかったのですが、そう考えるとちょっとフルーツの量が少なかったかなとも思えてしまいましたね。もうちょっと酸味が強くなると単にあっさりしすぎているような、そんな感じになっていました。そこはちょっと残念でしたね。でもパクパク食べ進むことができたので、ちょっと贅沢したい時にはいいかもしれません。ただこれやっぱりもうちょっとフルーツを感じたいなという部分がありましたので、なんかすごいですね。こちらの点数とさせていただきます。もっといろんな種類出してくれないかな。それではの日や心待つのを私が夏を待ちわびているわけじゃないんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。